こんにれはあながちない話じゃないなっていう側面からちょっとお話しさせてもらいます、えー、私はね土地の転売をしたことがあって、まあ、土地の転売の手数料っていうのは大体土地価格の3%なんですよね、まあ、ですんで1億円の土地や建物不動産の売買をすると大体ね300万円ぐらいが入ることになってるんですよ、まあ、メガソーラー事業っていうのもありましてそれで土地の転売とか ああ、流行ったこともあったかなっていうのと、あとはショッピングセンターがね、全国に拡大する中で、いろんな土地が転売されたんですよね。まあそういった意味で、転売で300万稼ぎ続けてる人はいないことはないかなっていうところですね。まあただね、あの、ネットビジネスで転売で300万稼ぐっていうのはなかなか難しくって、ノックさんの言われる通りほとんどいないんでうーん、なかなか難しいかなと思うんですけども、ただ300万じゃなかったらね、転売だけで50万とか100万っていうのは結構いるんで、 ありえるかなと思いますただずっと転売するのも大変なんで転売のノウハウを売るようなことをした方が私はいいのかなと思いますつまりはコンテンツ販売ですよねでここで一つねちょっと例を申し上げたいんですけどもあの書道の先生がねいるとして書道で報酬を得るね自分の書いた作品が展覧会で売れるなんか賞金を取るみたいなことって滅多にないと思うんですよだから生徒さんを募集して生徒さんに教えることによって ノウハウを販売することによって月謝をいただくっていう形がよくある伝統的なモデルだと思うんですよね。そう考えていくと、転売をするノウハウがある。毎月に100万とか200万じゃなくても、10万20万転売で稼ぐノウハウがあったら、その毎月10万を稼げるノウハウを30万で売るっていうのは、商品としては別に悪いことじゃないかなと思うんですよ。うん、ただやっぱり転売って本当に高数がかかって、めんどくさいんで、私はあんまりお勧めしないのはノクさんと同じ気持ちです。唯一転売をおすめするとしたら、 それはですね、FX ですね。FX ってね実は転売なんですよね。あの、ドルとか円を買ってドルとか円を売るっていうことをずっと繰り返してますんでこんなお手軽な転売はないと思いますからだから転売をねいくつか経験したら安く買って高く売るっていうのと全く原理は一緒なんでまあ転売を少しやったんだったら、まあ、転売のノウハウを売るのもいいんですけどもそのままその理屈を持って FX をやれば大体稼げるんじゃないかなと思うわけなんですけどね。はい、えー こんな感じで私の場合は、月収300万転売で稼ぐ男。うんまあいろんなね、キャッチコピーですよね。どこを切り取ってそういう表現をするのかってことなんですけども、うんまあ転売で300万稼いでますよって言ってね、話聞いてみたらノーハウを売ってるっていうのは、まあちょっと違うのかなと思いますけども、うんまあ嘘とは言えないレベルで、まあいいんじゃないかな。でもちょっと誤解されちゃうよねってことが今日の感想でございます。ありがとうございました。